西田は中学校の時から知ってて、彼徳島県出身で、僕兵庫県、徳島県と練習試合した時にもう本当にバケモンで、超ディープスリーみたいなのを3本ぐらい連続決めて、その時からすごいなと思って、今回アジアカップも一緒に尊敬してる選手です。うわ、今みんなね、おでんくんみたいな、こう意地してるじゃないですか、テーブス選手からしたら、いやそんな待てみたいな。そうですよ、もっとリスペクトしてください代表でも大活躍してますし、ディフェンスじゃ止めにくい選手なんで、これからいっぱいマッチアップするのも楽しみです。